私の名前はパニコです。都内に住む16歳の女子高校生です。私は小さい頃からお母さんが大好きで、キッチンに立っているお母さんの近くで宿題をするのが毎日の日課でした。ですが数年前、そんなお母さんは病気で他界、そして去年お父さんは再婚しました。再婚相手の母さとみさんには私より2歳年上の娘みきこがいました。最初は家族仲良く暮らしていこうと私は心に決めていました。でも再婚してから父は変わってしまいましたし、ママ母と義姉がひどい人だってことも分かりました。ただいま。ちょっとパニック、こんな時間まで何してたんだい？今日は私、友達とパニーズで勉強するって言ったじゃない。もうみんな夕飯も食べ終わってるんだからね。あんたの夕飯は片付けたよ。夕飯だって少し遅くなるけど家で食べるからねって LINE したし、お姉ちゃんにだって私伝えたよね。そうだったかな。私そんなの聞いてないんだけど。お母さん、パニコがまた私のせいにしようとしてるんだけど、叱ってよ。まったく悪い子だね。こんなに綺麗なお姉ちゃんがいるのに、お姉ちゃんに懐くどころかお姉ちゃんのせいにするなんて、なんて妹なんだ。本当に可愛げのない子だね。そんな、だって私本当にお姉ちゃんにも話したのに。私の夕飯はなしってこと？ずっと勉強してきてお腹も空いてるのに。そんなの知ったことじゃないね。え？とにかくあんたの夕飯はもう作る気もないよ。でも冷蔵庫のものは勝手に使ったり食べたりするんじゃないよ。明日まで我慢しなさい。そんな、お母さんひどいよ。いいじゃない、ダイエット。お母さんがパニコのダイエットに協力してくれてるんだから、ありがたく思いなさいよ。待ってよ、ちょっと。そう言ってお母さんは何も夕飯を準備してくれませんでした。私はお腹が空いて眠れなかったので、空腹を紛らわせるために水をガブ飲みしてはなんとかやり過ごしました。そしてそれからもお母さんとお姉ちゃんからの嫌がらせはずっと続きました。何があってもお父さんは助けてはくれず、私はかなり長い間愛情のない家庭内で肩身の狭い思いで生活していました。そしてそんな生活に耐えながら、なんとか大学を卒業した私、大手の広告代理店に就職が決まり、ついにこの家から出ることになりました。お母さん、お父さん、今までお世話になりました。それじゃあ元気でね。やっとお邪魔虫が消えて本当にせいせいするよ。あー、これでようやく快適に過ごせるわ。え、パニコ出てくの？よかった、薄汚い人間は早く消えてよね。そんな、そこまで言わなくても。ひどいよ、しばらく家には帰ってこないのに。もう帰ってこなくてもいいぞ。俺は家族仲良く暮らしたいのに、お前と来たら家族みんなを不快な思いにさせて、いつも喧嘩の火種になってただろう。そんな、それはお母さんとお姉ちゃんが。お父さんまでそんなこと言うの？本当に変わっちゃったんだね。やっぱりこの家には私の居場所はないんだ。分かったよ、もう出ていくし帰らないから。まったく、これからはもう連絡よこすんじゃないよ。みんなあんたと違って忙しいんだからね。じゃあね。私は家を追い出されるように、誰にも優しく見送ってもらえず、一人暮らしの始まるアパートへ向かいました。慣れない一人暮らしに最初は困惑しましたが、半年もしないうちになんとか身の回りのことに慣れてきて、仕事も順調に進んでいました。そして私は家を出てから3年後、大学時代からお付き合いをしていた彼氏の亮太からプロポーズをしてもらったのです。マニコ、仕事お疲れ様。こないだ話してたパニコのご両親へのご挨拶の件なんだけど、やっぱり俺ちゃんと挨拶したいわ。パニコがどんな態度取られてたかはよく分かったけど、義両親の顔も知らないなんてよくないだろうし。リョータ、お仕事お疲れ様。そうだよね。でも本当にうちの家族は誰も私の結婚なんて喜んでくれないし、むしろリョータもいろいろ言われて嫌な思いをするかもしれないよ。それでもパニコのご両親には
ちゃんと結婚の挨拶をしたいんだよ。そっか、わかった。そしたら今度の週末会いに行ってみよう。うん、そうしよう。そして私と亮太はその週末に菓子折りを持って私の実家を訪れました。数年ぶりに帰ってきた我が家ですが、私と家族の久しぶりの再会は地獄の再会だったのです。お母さん、お父さん、お姉ちゃん、ただいま。何？本当に来たの？は？誰だろう？すみません。どちら様ですか？は？あんたお姉様の顔も忘れたっていうの？まったく相変わらず最低な妹ね。お姉ちゃん？目の前に現れたのは、当時は美人で近所でも有名で、学校でもモテモテのスタイルのいい姉ではなく、激太りしてパンパンにむくんだ顔にボサボサでフケだらけの傷んだ髪、乾燥して小じわと肌荒れの目立つボロボロな肌、見るからにみすぼらしい妖怪のような女が。お姉ちゃん、その随分と変わったみたいだね。あらパニッコ、あんた本当に来るなんて。お母さん聞いてよ、パニコったら私の顔も覚えてないみたいなの。ほんと何年経っても好きになれない可愛げのない妹だわ。まあパニコったら最愛のお姉ちゃんの顔忘れるなんて。だってお姉ちゃん変わりすぎというか、変わり果てすぎというか。なーに、なんか文句でもあるの？いや別に。それで私今日は結婚の報告に来たの。私、りょうたさんと結婚するの。りょうたです。はじめまして。よろしくお願いします。君、こんな取り柄のない娘なんかでいいのか？もう少し考えた方がいいんじゃないのか？ちょっとお父さんやめてよ。すると、その話を皮切りに、お母さんとお姉ちゃんが勢いよく私を罵り始めました。そうよ、りょうたさん、悪いことは言わないから、世の中でこの子だけはやめておきなさい。あなたみたいなルックスだったらどんなこともうまくいくわよ。何もこんなドブネズミなんかと結婚しなくても。ちょっとお母さん、なんてこと言うの。そうよ、りょうたくん、こんな女お荷物になるだけだからやめておきな。これはそうだ、もう少し考えなさい。まったくパニコごときが騒がせやがって。そんなひどいよ。てかよく見たら亮太くんめっちゃいい男じゃない？亮太くんはどこにお勤めなの？やっぱ大手？年収はどのくらいなの？どんな子がタイプ？私なんかどう？今はだいぶ体重も増えちゃったけど、本当はスタイルもいいし、髪や肌だって少しお金をかけさせてもらえば綺麗になるわよ。ちょっとお姉ちゃん何を言ってるの？いいじゃない、パニコ、あんたには亮太くんはもったいないわ。そうよ亮太くん、悪いことは言わないから、お姉ちゃんのミキコにしなさいな。パニコなんかやめてミキコと婚約したらどう？パニコとは婚約破棄でいいから。そうね、そうしましょう。りょうたくんもこんな醜い女より私の方がタイプでしょ。本当にショックでした。早くこの場から逃げ出したいと思い、思わず涙がこぼれそうになりました。こんなことになるならやっぱりりょうたを連れてくるべきじゃなかった。やっぱり私の結婚なんて誰も喜んでくれないんだ。こんなの恥ずかしすぎる。どうして私ばかりこんなことになるの？私が何をしたっていうの？もうやだ。すると自己嫌悪でいっぱいになっている私の横で亮太が話し始めました。そしてそのおかげで私は長年の苦しみから解放されることができたのです。やっぱり今日来てよかったです。そうよね、お姉ちゃんに出会えたもの。ここでの出会いに乾杯。パニコさんと結婚する上でもうあなた方のことは考えなくても良さそうですね。パニコさんから以前から話は伺ってましたが、こんなに最低な家族だとは思ってませんでした。でも
やっぱり自分も家族になるので実態を知っておこうと思ってきましたが、ここまでひどいとは。実は自分の実家にちょっと事情があって、僕も結婚相手のお家柄については少し懸念してたのですが、パニコさんをこんなにも遠ざけてるのであれば逆に関与しないでもらえそうなので安心です。え？実家に事情って何よ。僕実は金山建設の跡取り息子なんですよ。今後は経営やらにも携わるんですが、パニコさんのご家族なら問題なさそうですね。え？金山建設ですって？お母さん知ってるの？知ってるも何も、日本で一に争う建設会社よ。そこの次期社長さんってこと？パニコそんな人と付き合ってたの？めっちゃ大物捕まえたんだね。でかしたよパニコ。いえ、これを機にもうパニコさんも僕もあなたたち家族との縁を切らせてもらいます。ドブネズミとおっしゃるくらいなら問題ありませんよね。縁を切るので最後に正しいこと、正直な気持ち、思ったことを素直に言わせていただきます。お姉さん、あなたはまずその人間以下の性格をどうにかすべきです。醜いというレベルではなく、すでに醜悪、地獄の状態です。ちょっと失礼ね。パニコさんがこんなに明るくて優秀なのに、どうして姉のあなたはそんなパニコさんと真逆でいられるんだろう。僕はパニコさんの近くにいるだけで心が晴れて頭が冴えてくるのに、あなたは相当頭の働きも心の具合も悪いんだな。じゃなければきっと史上最悪の鈍感か、人類史上稀に見るアホかもしれませんね。人間というジャンルの中で最も恥ずかしい人間じゃないだろうか。ちょっと涼太さん、それはあまりにも言い過ぎなんじゃ。お母さん、あなたには責任がありますよ。お姉さんをこのような醜態に産み、育てる時も軌道修正すらしなかった。まさに逮捕されるレベルの罪を母親として犯しているのですよ。はあ？そしてそれに気づく能力すら持ち合わせていない。人生をよりよく生きる覚悟や知恵もなければ、娘を産んでおきながらその娘への上質な施しや教育もしない。ただ息を吸って吐いているだけ。二酸化炭素を吸収し酸素を提供している水草よりも始末が悪い。あなたがもし母親というのであれば、水草はもはや大統領ですよ。それにあなたを再婚相手に選んだお父さんもとんだアホですね。男としてどんなに妥協すればあなたを選べるのだろう。お父さんも結局はそれだけの価値しかない男だってことですね。そんなこと言わなくても。そんなご身分の方だと知らずに失礼しました。お見苦しいところをお見せしてしまって。私たち家族は本当はとても仲良しなのよ。だからそんな縁を切るなんて言わないで。どうしてもパニコと結婚するならぜひうちの婿養子にでもならない？そうすればうちにもお金がたくさん。うひょ。ここで母が下手に出て涼太のご機嫌取りを始めたんです。ちょっとお母さん、心の声が口に出てるよ。ねえ涼太くん、本当にパニコでいいの？そんなお金持ちならいろいろとストレスもたまるでしょ。きっと私の方が癒しておけるよ。ミキコもなんとか金持ちの男を目の前にして気を取り直してくねくねし始めました。だけど涼太はバッサリ、いえ結構です。耳が腐りそうですし脳が破壊されそうなので、もうそれ以上その口のようなものから発する不協和音を出さないでください。それじゃあさよなら。じゃあね、お母さん、お姉ちゃん、お父さん。そして私と涼太は悔しがる姉と母、立ち尽くす父を残して自分たちの家に帰ることにしました。もう私の話してた家族の不仲説を確認したかったなら最初からそう言ってくれればよかったのに。ごめんな、パニコのことを思って行動したつもりなんだけど逆に傷つけちゃったかな。許してくれる？もちろん。おかげで家族と縁を切ることに気持ちの踏ん切りもついたし、むしろありがとうね。しかし涼太が次期社長って聞いた時のお母さんとお姉ちゃんの顔、本当に面白かった。そっか、よかった。パニコ、これから二人で頑張っていこうね。うん、ありがとう。
ほんと気持ちがいいや、イシシ。その後、姉は不摂生な生活を続け、体重がついに100キロ超え。自分では歩くことも靴下を履くこともできず、両親がお世話をしているそうです。そのお世話で転倒して姉の下敷きになった父は足を複雑骨折。仕方なく母一人でお世話となったようですが、やはり姉を支えようとして転倒、両手首を骨折したそうです。そして両親はそのまま寝たきりに。今では生活保護をもらいながら極貧生活をしているのだそう。姉はそんな生活から痩せはしましたが、糖尿病を患っているとのことです。哀れだね。ま、自業自得ですがね。イシシ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。